えー、こんにちは。即価塾の久保です。今日は北海道の話題を出させていただきます。まあビジネス的には価値あるものは何でも売れ。買い手がいるなら何でも売れということなんですけども、果たして今回のものは本当に売ってもいいんでしょうかというね、形の動画になります。えー、ご覧いただいているのが北海道の地図なんですけども、この下の方にね、帯であるように、北海道の土地って中国のね、人が だいぶ購入してるんですよねそれこそ全ての面積を合わせると静岡県の面積を超えるんではないかなというぐらいの規模です北海道っていうのはそうですね土地の価格安くって日本人も北海道のね全部の地区に人が住んでるわけではありません結構スカスカの土地っていうかね使われてない土地が多かったり過疎地だったり鉄道が止まったりとかね不自由な土地ではあるんですよただでもそんな土地でも 外国人の方がねバンバン買っていくとどうなるかっていうとご覧のようにほとんどの土地を中国人の方が買ってしまうと北海道は中国みたいになっちゃいますよねそれこそある一定の規模の土地を買ってその土地にヤードって言ってね、えー、壁を作ってその中にミサイルや兵器や兵隊が入っていてもわからないってことになるんですよそして密入国がかなり簡単になるというところもありますまあ、そういうふうに深読みしなくても 実際に中国っていうのはそういうことをやりかねない国ですから一定の警戒を持ってね販売するかどうかは決めなくてはなりませんでも実際にここに書いてますように東京ドーム515個分の水源地が買われてもるとなるとね北海道の水はすでに日本の水であるのに地下まで吸い上げられて私たちの手を届かないところに行ってしまう可能性がありますこれ結構怖いことですよ 北海道にミサイル発射基地とかできたらどうします北海道にいつ爆発するかもわからないような何らかの施設が作られたらどうしますということにもなります。で、そこに警鐘を打ち鳴らしたのが我らが長渕剛さんでございます。長渕剛さんは北海道ツアーで熱弁しています。この土地を外国人に売らないでほしい。外国人ってのはシナ人ですよ。 中国の人は警戒しなくてはいけません。危ないですよ。そんなこと言ってるのかもしれないですね。えー、歌手の長渕剛さんがあ1日までに自身の YouTube チャンネルを更新、北海道、おこちらの方で行われた、えーまあ、コンサートを公開してファンに土地を外国人に売らないでほしいと思いを伝える場面があったと。MC になり長渕剛が僕は北海道が大好きです。空が高いし青いし。 空気が綺麗だし、水も豊かだし人間も優しいし僕は大好きですと語ると観客からは万来の拍手を送られたということですね長谷剛さんまあこの方もね私も若い頃から挑発の頃からあ見させてもらってますけども日本を思う気持ちがね誰よりもあるんじゃないかなと思いますそれこそ令和竹ちゃん並みにですね、えー、日本人魂大和魂を持ってる男だと思いますけどもどうも日本が失われてるんじゃないかなということでね 懸念すする発言を結構しててくださってます、まあ、基本的には詩人ですからね、うん、シンガーソングライターですから私たちの心を代弁するようなそんなことをよく言ってくれますねじゃあ一体誰がねこの北海道の土地を売ることに賛成しているのか積極的なのかそれをちょっとお話ししていきましょう警戒するべきはこの人物です 鈴木直道、道北海道知事ですか。この人は北海道の土地を、まあ、中国人に売ることにかなり積極的なんですよね当然知事の許可がなければ土地は売れませんから最終的に中国に北海道を売り渡すことを決めてるのはこの人なんですよ若くてね結構なイケメンです発信力もありますしメディア受けが非常にうまいんですよでも実際はそういった 中国資本に乗っ取られたメディアを使ってこの日本を二足三文にしようとしているその諜本人なんじゃないかなというふうな見方もできるわけですよねかか必ずですね信頼の向こうにさらなる信頼があるっていうルートと信頼の向こうに悪意や詐欺があるっていうこの2つのルートがあるわけなんですよで詐欺にかかった人って必ず信頼してるんですよね信頼してない人っていうのは詐欺にかかりません いつも警戒していることが大事なんですが今回の鈴木支持本当に私たちは信頼していいんでしょうかそして北海道をこれほどまでに売り渡すそのもともとの事実さんの気持ちはどうなんでしょうかどうなんですかね確かに北海道過疎化が進み苦しいところあるでしょうでも身売りをするほど私たちは節操なくなってしまったのかなとちょっと悲しい思いがしますけどねじゃあ本日は以上です